どうも、浮世絵のあやかです。スタートは一人なんですけど、明日は早朝から浮世絵の二人でちょっとお出かけをするので、今晩ゆうきが我が家に泊まりに来ます。その準備を今からしていきたいと思います。今日の夜ご飯に欠かせない食材が一つありまして、それがですね、私がもうこの人生の中で出会ったもう後輩の中で見た目も大好き、サバサバして面白いし明るいしみんなから好かれる、もう本当にそんな後輩ちゃんがですね、タイミングよく欲しいものをなんか送ってくださったんですよね。いただき物をしました。そんな欲しいものすらちょっと分かるような素敵な後輩なんですけど、何をくれたかと言いますと、じゃじゃーん、こちらキンキラの袋に入って別格って書いてあるんですけど、こちらですね、お米、新潟県の魚沼さんのコシヒカリ5キロ分、こちら一袋だけじゃなくて2袋、じゃん、合計10キロいただきました。本当にこの場を借りてありがとうございます。で、これを今からちょっと炊いて一緒に味わっていけたらなと思ってます。では引き続き動画を楽しんでいただければと思います。ゆうきとあやかで浮世絵です、お願いします。ということで、今日はあやかがいろいろご飯のお供を買い揃えてくれたので、その紹介をして、それを今日は食べていきたいと思います。夜ご飯、夜ご飯トレスノで紹介されたやつ、まずこちら、じゃんじゃん、コウジだったね、コウジ、コウジが紹介したラー油キクラゲー、こちらをあやかが買ってくれてました、はい、なんでこれを食べていこうと思います。美味しそう、めっちゃ美味しそう、うん、ラー油とキクラゲ大好き、キクラゲめっちゃ美味しい、美味しいよね、キクラゲバリ食感とか美味しい、いい。これが一つ、二つ目、二つ目はじゃん、私の推しの佐久間くんが紹介してた神戸牛、神戸牛使用した生姜、生姜ご飯のお供にこれ一つと、これ美味しそう、3つ目、うん、3つ目こちら、鍋深が紹介した山の人を買ってくれてます。じゃあテレビのそれすのの時と同じ順番で食べていきます。じゃあ食べていきます。もうね、ご飯の量よおかずこれなのにがっつりよね、がっつり、わ、めっちゃうまそう、わ、匂いいいね、うん、じゃあ食べていきましょう。じゃあいただきます。いただきます。うん、キクラゲってなんだこれ、ニンニク、なんかニンニクっぽい匂いするね、固まっている、あ、うまっ、うん、うまっ、うまっ、いや待って、これめっちゃご飯食べれるやん、バリ美味しいね、もうこれとご飯だけでさ、うん、過ごせるよ本当に味濃ゆい、うん、うん、いやマジうまい、これうまい。じゃあ次、佐久間くんおすすめのこちらを食べていきます。うそやろ、お、ナイス、うそやろやろちゃんとさっくんのピンク、あ、すごい、なんか生姜の匂いがする、あ、すごいね、これちょっと、ちょっとちょっとすぎる、いや、いいよ、ちょっと一回食べてみ、うん、
生姜がすごい辛いのの後だからどうなの。何もおいしい。うん、思ったより辛くない。どうぞ。みどさん、なんかわかんない、ラー油かけたら美味しいって言いたいことがわかんない。あ、そっか、これをラー油かけたいんか。うん、じゃあもう一回ラー油かけてさ。ごめんなさい、明太子ラー油しかない。はい、はい、ありがとう。またちょっと変わるのかな。うん、かけました。ん、変わる。うん、若干。うん、ラー油の明太子匂い的に生姜で無理かなと思ったけど、いや全然美味しい。美味しいね。うん、なんかさ、ご飯食べたいってなるやん。うん、本当にご飯に合うね。で、なんかこの辺の味覚えてたらさ、うん、なんかさ、あ、お腹すいた、食べたいじゃん。なりそう、本当。うまい、うまい。佐久間くん、ナイス。じゃあ、推しのものを紹介してください。この人を開けてこ。これは鍋ふかさんの。いや、見た瞬間やばかったね。鍋ふかそこ合わせてくれるのかわいすぎる、うん、やばいね。あの、うん、ちゃんとな鍋さんのブルー。なんかいい感じになるよ。どこ、こっちよく。わっ、いい匂い。めっちゃいいよ。めっちゃ出す。ここで消費しようかな。そうそう、もう 500g 食べていきます。うん、うん、うん、あ、待って、意外とそんな味濃くなかった。思ったね。うん、薄味ね。うん、薄味ってやっぱ思ったより薄かった。うん、多分こういうの食べ続けてるんですね。普通に食ったら多分こういうと思う。これ普通にこれで食べたら多分まず食ったらこういうと思うけど、うん、あ、こういうの食べたけどね。うん、でも辛くない、ピリ辛ばい。うん、多分。あ、お酒食わなさい。今酒のシトルで思い出した。すごいね。ああ、買い行くやろ。買いに行こうかな。これでも本当なんかずっと食べよったら辛、うん、なんか味が濃くなってきた、うん、これとかご飯欲しくなるけど、うん、これとかさ、もう一個のやつとかはさ、うん、これ多分ね、酒飲みながらこれ食べたら全然いける。ね、美味しいね。酒のつまみでいい。それで思い出したの今。お酒に合うなって。ご飯にも合うけど、うん、酒にいいね。ラーメンにたら絶対うまいやん。うん。いいね、いい、いい。ちょっとピリッとね、ラー油が入っとって美味しい。うん、カップヌードルある？違うね。違う系に入れたら絶対。うまかっちゃん、美味しい、ね、分かる、うまかっちゃん。私もうまかっちゃんと思った、うん、うまかっちゃんじゃない、これは。あ、マジで美味しいわ。多いと思ったけど、もうこんなにも食べちゃった。ちょっとしか入れてないのに意外と食べてでもね。あ、口が結構ピリピリ切らした。ゆきは辛いの大好き。うん、あんまり辛くを噛んでない、うん、私ちょっと辛み弱い、うん、弱い人はラー油キクラゲよりかは結構口が、ああ、確かにラー油キクラゲの方が辛くないかも、うん、味は濃いけどラー油キクラゲ辛みが苦手な人は多分こっち側とか、うん、キクラゲとかもかいいかも。こっちの方が味は濃いけど辛くないもん、うん、辛くない、うん、あの味が濃い方で何ちゅうか塩辛いじゃないけど、そっち側で言い方言ったら辛い方があるって思った、うんうん、こっちは塩分強めで辛い、うん、こっちは普通に本当もうラー油の強さ、うん、とこの多分からしが入ってる鷹の爪も、うん、ちょっとピリピリする感じ。全然、うん、でも私は、うん、辛さ弱くても食べれる。怖いね、こんなんずっと食えるから。うん、やばい、これなんか他にもおかず買ってきたけど、この3個だけで食べれそうな気がする。おかずも控えてるし、なんかパンもあったら、うん、めっちゃいっぱいあるよ。
あやかのお母さんがパンをくれたたくさんありがたいことにたくさんご飯がある、何でも食べて、好きなのついで食べてこ、まずスノーマン神と、ほんとおいしいもの食べてあるんですね、ほんとよ、あこれみんなに食べてほしい、ほんと間違いない、食べたがいい、スノーマン嘘は言ってないでは今ゆうきが食べながら、ちょっとこんな食べ方おいしいんじゃねっていうことを思いついたんで、その方法で食べていきたいと思います。あんまさ入れてもね、あんまり入れてもね、すごい痛いびっくりどんくらい入れた、あそんぐらいに、足りんかったら入れればいいし、入れていけ足りんかったら足せばいいし、うん、お湯もこんくらい、あもうちょっとあるし、こんくらい任せ、あとは足して、うん、足りんかった、はい、じゃあお湯加減で入れてということで、正解はお茶漬け、お湯そうだ、ああいいね、あもうちょっと入れてもいいかもどっちよ、お湯、うん、そう、あでも美味しいよ、うん、あーなんか、うん、胃に差し回った急にね、わかる、ちょっと普通に食べ終わったのとさ、バッてここのさ胃に差しくなったよね、お腹いっぱいって思ったけどまだ食べれるこの回が、うん、濃いすぎるな、食べにくいなって思ったらこうやってした方が美味しい、あー確かにね、うん、塩分が、ね、正直やってさ、ほんとさ、このこれくらいでさ、ご飯、うん、そこそこ量いけるやん、うん、ほんとになんかコウジが3杯食べれるって言ったよ、だから一口かなんかで、うん、すんげえわかるあ、コウジって言っちゃった、コウジくん、じゃあ、うちら的、私的か、うん、好きやったやつ、好きやったやつ1番ね、1番だけね、1番、それが一番良かったか、うん、この中で、うん、まあ、私あんな食べ方をしたけども、うん、いくよ、うん、せーの、あ、そっち本当やっぱり、うん、こっちは悩んだけどちょっとお腹空いた時に食べたけ、こんな食べ方を提案したものの、うん、こっちやの、私はもう最初にお腹空いた時に食べたけ、これがやばい、これは食べ方がいろいろあると思う、ラー油、うんうん、あのじゃあ普通にご飯食べれるし、さっきみたいにお茶漬けみたいにしても食べれるし、この味の濃さ的にはお茶漬け多分ちょうどいいと、うんうん、なんか食べたいけどなんかすごい濃いのはいらん、うんうん、さらっといきたいなって思ったらこれをお茶漬けしたらちょうど良さそうな感じはする、本当、うんうん、サクバクサクバクで、いや美味しいけどすごいガツンとくるみたいこれはね本当に酒のつまみで食えそうなところ、うん、ご飯どうともでもいいし、酒のつまみにもなるし、これ量が多かったけどすぐなくなると思う、うん、まあ好みってことかな、うん、私はこれおまかちゃんに入れたい、ああ絶対美味しい、ラーメンあったらよかったねずっと言う一蘭ではない、一蘭に入れるわけ、一蘭に入れるのは違う、やっぱうまかっちゃう、豚骨でうまかったやん、うん、一蘭に入れるのはこっちの方がいい、キクラゲの方がいいこっち入れたい、一蘭なら、いや本当味濃い、これはそれはね、ラーメンに入れてもダメだと思うし本当ご飯本当にご飯あ、それかさ、こうなんちゅんこ肉とか焼いて、うん、かけても美味しいかも、ああね、うん、中に肉入っちゃうし、肉はあるんで持ってきます、ステーキ肉とかさ、そこで焼いてかけたら絶対美味しいね、ブロック肉を持ってくる、うん、サクバク待ってて、私がフォローするからいやいや、フォローも何も選んでないフォローなんて言ってるけども選んでないのよでは、サクマくん、サクマくんをフォローするために肉を持ってきたっていう、持ってきた、サクマくん、肉よ肉かけたら絶対美味しい、うん、うん、ほら、ね、うん、絶対肉っちゃ、サクマくん、やっぱ肉よ、あ、やっぱ肉と一緒に入っとんけん、うん、めっちゃうまいね、肉よ、あ、こう肉に合うやつやった、これ単純味が全然違う、ご飯食べると、うん、合うけど、ご飯に合うけど、うんうん、断然肉やろ、肉やろ、
これ肉やろ。肉やね。食べて思った。佐久間くん。肉だよ。勝ったよ。1位取ったよ。肉に合う調味料。1位。1位。食べ方。今日の趣旨変わった。ご飯じゃなくなった。ご飯じゃなくなった。これでご飯も進むけんね。ほら。こうなったらめっちゃかけたくなる。でも間違いない。あ、もうこっちの方がうまい。うんうん。ステーキだねみたいなね。ほんとね。うん、いいね。ちょうどいい。肉ちょうどいい。マジ、ゆうきの、あれ、アドバイス。ナイス。食べた瞬間、勝ったと思って。肉。佐久間くん、勝ったよ。肉で勝ったからね。ということで、食べてお腹いっぱいになりました。満腹。満腹。みんなもね、食べてみてくださったね。本当に、お世辞なしにおすすめです。で、うん、みんなで集まって食べてもね、うん、そのただ集まって食べるの絶対面白いと思う。いや、本当面白い。まだこれは 4人の紹介分しか集めれてないんで、阿部ちゃんがおらんかったっけ、残りの4人分まだちょっと食べれてないんですけど、うん、それもね、あ、人数が増えればもっと食べれる量が間違いない増えると思うんで、これを見てみんなで食べてみて。うん、いや、お酒飲むし絶対これでも年中こんなんとかいいと思う。こんなんね、うん、こんなんとこれ、うん、これ火通した肉に火通す。急に生肉入れて怖いよね。下味付けで調理して焼くみたいな味焼き。薄い小年中その生姜焼き用の肉やったらこれを漬け込んで焼いたら美味しいかも。あ、そうね、生姜焼きの肉とかやったらこれを入れて生姜入っておいてさ、生姜焼きになるよ、うん、そうやね、うん、薄い肉やったらそっちもいいかも。漬け込んで生姜焼きするのもいいかも。急に料理番組みたいになってで、その箸出てくる私もだ、私もや、それが出てくる私もすごい。いや、本当にそういう食べ方が合うかもしれん。そしたらこの量も一人暮らしでも使いやすいかもね。なんかご飯より他のものに合う確率高いのかもこれやろね。うん、そうね、料理に使えるし、いいと思う。それを思いつく勇気、ナイスです。急にこれを買った人に向けての、これをね、あ、さっくんこれ食べたい、食べてみたいって買った人に向けての、うん、あの、その他のアレンジ。そうね。スノタン、その他のスノタンさんに送る。そうそうそう、ご飯、え、もうご飯だけじゃこんな量いっぱい食べれみたいな、うん、量焼き、それ以外のアレンジを残してるしね、そんな感じなのかな。私はぜひ一人暮らしなんで試してみます。いいと思う。どうしよう、ね、余ったみたいな料理はね、捨てないかな、その意味ではないみたいな料理は、他にアレンジして食べてる方法たまると、うん、佐久間くんはこのご飯だけで食ってるのがね、すごいね、絶対もっと他にもっといい食べ方あるよ。肉、記憶が飛ぶ、うん、なんか記憶が飛ぶって言ったけど、肉にかけたらもっと記憶が飛びます。いや、マジこの食べ方マジで肉、佐久間さん見てくれることがあったら肉にかけて、絶対肉、美味しかったら言って。ここにね、ご飯って書いてある。絶対に肉。いや、本当に。やっぱりステーキに肉つけてほしい。そのままだから、そのままそれそのまま見て食べないって言われて。頼んじゃったってですね。はい。でもいいことよね。そのままいい仕事しようよ。うん、買うんだもん、こっちは。買っちゃったもん。じゃあ買っちゃうんだから。すぐ買っちゃうんだから、こっちは。すぐ買っちゃう。まあ、そうやって、こうやって企画していくんで、スノタンさん、ぜひ見てくるの。スノーマンさんも見てくんの、見てくれたら嬉しいけど怖いよね。嫌だ。緊張するな、うん、好き放題言います。どう言っとる。じゃあ今日の動画はここまでです。チャンネル登録お願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。